公園に視覚障害者と伴走者、私両方義眼なので、短い髪の大御所アキレスインターナショナルジャパン、見るに見えなくなる病気で、いやでも自分たちでできることは自分たちでやりたいと思うわけですよ。この日視覚障害のあるランナー6人が伴走者なしの 42.195 キロ駅伝に挑戦するプロジェクトガイドライン Google リサーチ、そのラインに当たるとこがコッ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 コって言ってるんですけど、それるとクラクションみたいな、こうスマホで地面のラインを認識して音でフィードバックするプロジェクトガイドラインを使ってバーチャル駅伝レースアシックスワールド駅伝に参加。第一走者タバッチ、5キロ、ランニング歴20年、腰にスマホを装着、ラインに沿って走る。第二走者ミソヤン、10キロ、ランニング歴5年、耳かけイヤホンをつけた横顔、はい、第三走者のデイブ、軌道修正してラインに沿う、 7.195 キロ、ランニング歴30年、次の走者へつなぐ。第4走者オグリー、5キロ、ランニング歴34年、第5走者ジロー、10キロ、ランニング歴30年、上空からの映像、ジローがラインに沿って走っている。残るは第6区最終走者大御所、5キロ、ランニング歴20年、前方を指さす、軽やかに走る後ろ姿。ゴールテープの向こうに仲間たち、青空の下、大御所がゴール、両手を上げる、なんか一人で走れたみたいな、これを孫たちに見せたいな、なんて。つないで走れたっていうのはすごく良かったと思います。ジロー、テクノロジー使ってもう思う存分スピードも自分でコントロールしながら走れた。みそやん、独立して走ることができるって私たち結構悲願だと思うので、タバッチ、両手を振って気持ちよく走れたので、デイブ、本当にいい経験もさせていただきました。一人でね、オグリー、うん、走れるというね、その喜びを感じた。みんなと手をつないで万歳。こういう技術がねどんどん発展して街中を歩く時とかそういうことにも多分、アキレスインターナショナルジャパン代表重田2号、記録4時間29分44秒世界925位、誰もが可能性を楽しむためにアシックス、グーグル、g.co/プロジェクトガイドライン JP。